青井優は日本の女優、モデルである、伊藤カンパニー所属。福岡県福岡市出身。夫は南海キャンディーズの山里良太。1985年に福岡県に生まれ、福岡市で育つ。中学の時に上京してからは、江戸川区火西に住んでいた。1999年にミュージカル、アニーのポリー役でデビューした後に、 自ら現在の事務所に応募した。2000年から2002年まで新潮社の雑誌、ニコラでレギュラーモデルを務める。当初は女優としての活動は活発ではなかったが、10代の頃にレンタルビデオでピクニック、ソーセージ、顔を見て映画俳優を同系する。2001年にリリー・シュシュの全てで映画に初出演した。過去のオーディションは毎回落選していたが、 本作で合格して映画俳優のきっかけとなる。2002年に三井のリハウスの10代目リハウスガールに選ばれ、2003年に高校教師で初めて連続ドラマにレギュラー出演した。鈴木アンと W 主演を務めた花とアリスは2003年にネット配信されて2004年に劇場公開された。本作品で特技のクラシックバレエを披露した。 2004年2月に堀越高等学校を卒業して日本大学芸術学部に合格していたことが報道された。学業と俳優業を迷う最中、19歳で初めて参加した富山国際映画祭で映画ファンの熱気と歓喜に触れ映画に対する思いが強くなり日本大学芸術学部を中退して俳優業に専念することを決意する。 2005年に7本の映画出演作が公開され、2雷家内からの手紙で初主演した。2006年に出演映画、虫氏」が第63回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に選出された。第11回富山国際映画祭のスターサミットアジア2006で市原隼とカシーユーラと共にカーテンコールの一人に選出された。映画、鉄コンスジクリーと 劇場版アニメ、身寄りの森、池ちゃんと僕などで、声優も務める。2006年度は、映画、フラガールなどの演技が認められ、第30回日本アカデミー賞、最優秀女演女優賞、第49回ブルーリボン賞主演女優賞を、はじめ多くの映画賞を受賞した。2007年に出演した、クワイエットルームにようこそ、で、接触障害の役作りのために食事制限と、 毎日のランニングで体重を7キログラム落とした。本人は減量すると熱演と言われがちだけど役者なら当たり前にやることと語る。2008年汚染で連続ドラマ初主演を果たす。2010年にリ馬伝マデンで元役を演じ大河ドラマに初出演し、映画弟に出演した。10代の頃に 山田監督の学校シリーズのオーディションも受けたことがあるが落選して女優を続けるか否か苦悩する中で本作品に出演して以降山田組の東京家族や家族は辛いよシリーズに起用されている2017年に第三十回東京国際映画祭で同じ1985年生まれの三島ひかり宮崎葵安藤桜と共にオープニングイベントの レッドカーペットに登場した。この年に公開された主演映画、彼女がその名を知らない鳥たちで第41回日本アカデミー賞や第91回キネマ巡放ベスト10など主演女優賞を多く受賞した。2018年にヒロイン役で出演したザンが第75回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に選出される。主演舞台 アンチゴーヌとスカイライトでの演技が評価され、第53回、木の国屋演劇賞、第26回読売演劇大賞、最優秀女優賞、芸術編賞文部科学大臣新人賞を受賞した。2019年6月3日に、南海キャンディーズの山里亮太と結婚。同月5日に結婚を発表し、都内のホテルで、山里の相方で、葵の親友でもある。 山崎静代と三人で報告会見を開いた。2020年、主演映画、スパイの妻、劇場版が第77回、ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に正式出品され、黒沢清監督が銀次賞を受賞した。連載、ありがとうございます。